1974年11月8日台は南アフリカ共和国の競泳選手で1996年アトランタオリンピックの100メートル200メートル平泳ぎでオリンピック史上初めて両種目の金メダルを獲得した選手として有名である。またアパルトヘイト廃止後南アフリカ共和国がオリンピックに再び参加できるようになって 初めて金メダルを獲得した選手である。ヘインズは1992年バルセロナオリンピックで南アフリカ共和国チームの最年少の選手として選出された。1994年の英連邦大会にも参加し、ここでは銅メダルを獲得している。彼女の最初の世界記録は1996年アトランタオリンピックと同じ年の1996年3月に、 南アフリカのダーバンで行われた競技会で100メートル平泳ぎで達成している。バルセロナに次いで2大会連続で参加したアトランタオリンピックでは100メートル、200メートル平泳ぎの両種目に参加し、女性選手では史上初めて両種目の金メダルを獲得した。特に100メートルでは世界新記録200メートルでもオリンピック新記録という異業だった。 その後、1998年のニューヨークで行われたグッドウィル・ゲームズでは50メートル平泳ぎでも世界新記録を達成する。1999年にはヘインズは3ヶ月間に11個の世界新記録を達成し、同時に平泳ぎの6競技のうち5つの世界ホルダーとなる異業をやってのけた。ヘインズは2000年シドニーオリンピックに3大会。 連続の出場を果たし、100メートル平泳ぎで、銅メダルを獲得した。その後、2001年に競技生活から引退した。ありがとうございます。